こんにちは。生体ニコニコスタイルのデロです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。ということでですね、肩が凝らないリュックの背負い方ということで、今日もお伝えしていきたいと思います。で今日はですね、4回目になりますので、ちょっとシリーズでね、お伝えしてきてますから、まだね、前回とか見てない人は多分、今回の突然見られてもちょっとわからない部分もあるかもしれないので、もしわからないようでしたら、下の説明欄のところですね、に、前の今までの回は全部ね、下のところにリンク貼ってありますので、そちらからですね、ご覧になっていただくとよりわかるんじゃないかなというふうに思います。またですね、この、動画でご紹介するように、根本的に体を変えていきたいという人はですね、下の説明欄のところに、その講座ですね、根本的に体を改善するための講座っていうのをね、メール登録していただいた方に公開してますので、そちらからですね、ご覧になっていただくといいかなというふうに思います。ということで今日はですね、このリュックの背負い方の3つ目ですね。肩の意識が強い。ね。肩の意識が強いとですね、このリュックを背負った時に肩が凝ってしまいます。ね。肩が凝ってしまうんですね。なので、肩の意識を、弱める必要があります。ね。肩の意識が強かったのを弱める必要があります。で、そうするとリュックを背負ってもですね、肩が凝らなくなるということにつながっていきますので、今日はですね、その方法をお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、今日はこのリュック背負ったままやっていきたいと思います。で、ちょっと慣れない人は最初はまずリュックを背負った状態ではなくてですね、リュックを下ろした状態でやっていただいて、そして分かってきたらリュックを背負っていただくと。背負ってやっていただくというふうにしていただくといいかと思いますので、そこはちょっと無理されずにやってみてください。私はですね、リュックを背負ったままやりたいと思います。でリュックを背負ってると、今までのですね、肩甲骨とか、あとはこのね、体の使い方、ここを気をつけていても、どうしてもですね、これ長時間いると、肩が凝ってくるという場合があります。それはなぜそういうことが起こるのかと言いますと、この肩の意識がですね、だんだん強くなってくるんですね。それはどういうことかと言いますと、このちょうど、このリュックが当たっている場所ですね。一番はこの上ですね。二番目はこの前側なんですけども、ここが一番強く、重みがですね、このリュックの重みがかかります。私なんかも結構この、リュックの中にですね、パソコンだったりとか、あと、なんか分厚い手帳だったりとか、あと本とかですね。あとなんかいろんな資料とか。そういったのが、仕事でね、使うものが大体一式こう入ってまして。これをですね、日々、ほぼ毎日です。毎日じゃないですけど。移動するときは必ずこれを持ち歩いていると。ね。どこでもお仕事ができるようにしているというような感じですので、大体同じようなものがですね、入ってます。なので結構重たいんですよね。結構重たいです。で、重たいとですね、どうしてもこの肩の上と前に負荷がかかってきます。特に上ですね。ここが一番強いです。で、ここが一番強く当たりますので、当たってる部分っていうのが、とてもですね、この体の中で、当たってるなと、ここをね、当たってるなっていうのを感じます。そうするとですね、この体の中でも、この当たってる部分の意識がね、とても高まってきます。ね、意識が高まるとどういうことかと言いますと、体をですね、上から下までこう感じていただいたときに、ここがですね、非常に存在感があります。ね、ちょうど当たってますからね、当たってるんで、ここの存在感が非常に高いわけです。で、そうするとですね、どうしてもそこに意識が行きますので、意識が行くということはそこに電気信号が行きます。電気信号が行くということはそこの筋肉が緊張を起こすんですね。筋肉っていうのは電気信号が来たら、もう無条件反射で緊張を起こすと。ね。神経のこの伝達が止まったら弛緩するんですけども、ここに意識が行く、ここに電気信号が行くイコール肩の筋肉の緊張ね。これがわずかながら出るわけですね。で、それが蓄積することによって肩が凝ってきてしまいますので、いかにこのですね、この当たり、ね。肩のこの当たり。当たってここに、ね、なんかすごいリュックの重みがかかってるなというこの重みですね。これがいかにこの感じられなくするかというのがとても大事になります。ではどうすればいいのかと言いますと、これはですね、もうだらーっとするんですね。
まずダラッと。まずこっち側からやろうと思った時は、こっち側ダラッとします。ダラーッとね、こういう風に垂らします。ね、垂らすだけで、この重みがこっちよりもこっちの方が軽くなると思います。ね。ダラッと垂れてますから。ね。重みがね、こっちがかからなくなると思います。で、その状態で、ね、こう、肩をさすってあげます。スリスリとさすってあげます。ね、肩が緩んでくるように。肩が緩むようにスリスリさすってあげます。で、余裕がある人は腕がね、こう、プランプランとね、触れてくるようにしながら、さすってあげます。ね、気持ちよく、気持ちよく。ね、肩が緩むようにですね。肩が緩むようにさすってあげてください。ね、気持ちよく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 ですね。で、これぐらいさすっていただいて元に戻すと、ね、今こっち肩下がってると思いますけども、この当たりですね。この肩に対する当たりを感じていただくと、こっちの方が当たってないと思います。こっちは当たりがきついですね。という風に肩が下がって肩の力みが取れてですね。そしてこの肩、まあ厳密に言うとこのリュックのこの帯と肩がこうね、密着します。密着するんです。だから、こっちはこのリュックのこの帯と肩の境目をよく感じれることができると思うんですけども、こっち側はどこからリュックの帯で、どこから肩なのかよくわからない。なんか一体化した感じがすると思うんですね。っていう風に、こっちが緩むことで、ここがフィットしてきて、この肩のこの帯の存在感が消えます。でそうすることによって、肩の当たりが減るんで、肩のこの意識ですね。これが強かったのが弱まってくるということになるわけなんです。で今度は反対にこっちをダラーっとして、ダラーっとして、ね。まあ、こういう風にして、気持ちよくですね。気持ちよくさすってあげます。ちょっと腕プラプラね、こう触れるのが難しい人は止めたままね、そのままだらーっとしたままさすっていただいてもいいです。気持ちよく、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 肩が緩んでくるよ。肩が緩んでくるようにさすってあげてください。これで難しい人はこのリュックなしでやってくださいね。リュックなしでやってください。そしてさすったらこういう風に元に戻してみましょう。ね。で、そうするとこっちも肩が下がって、かつこの当たりが、ね、このリュックの帯の当たりがなくなってくると思います。これなぜなのかと言いますと肩が緩むんで、ね、緩むとこの肩、の筋肉とこのリュックの帯が一体化してきて、なので当たらなくなります。ぶつかり合わなくなるんですね。で、そうすることによって、この肩の存在感がなくなって、リュックの存在感もなくなります。ね。なんかね、こう重みがかかってるけども、ここにかかってる感はなくなります。で、そうすることによって自然にですね、こう肩も下がって胸も開くし、肩が楽になりますので、ね。なのでちょっとね、肩の存在感が増してきてね。そして肩が凝ってきた場合は、これを、ね、スリスリさすってみてください。そうすると、ね、また一体感になってきます。で、この一体感が、ね、出てくると、これをね、繰り返しやってあげることによって、この帯と肩の一体化する。ね、あ、ここなんかくっつくんだ。ね、密着するとなくなるんだっていうのはだんだんわかるようになってきます。で、わかるようになってくると、このリュックを背負っただけで自然にね、そういう風になるようになります。ね、一体化するようになります。そうすると肩が凝らなくなりますので、で、今まで紹介したこの3つをですね、組み合わせながら、ね、これが一番、ちょっと問題だなと思ったらそれをやっていただくと。ね、3つ原因がありますので、それぞれの対処法ね、今回お伝えしてますので、それぞれね、やりながら、その一番これが、ね、原因として大きいなと。ね、肩こりの原因として大きいなっていうものを一個ずつやってみてください。で、そうするとですね、このだんだんこのリュックイコール肩こりだったのが、リュックイコール肩が凝らない。リュックイコール肩こりが解消するというね、こういう、結びつきが生まれてきますので。そうするともうね、リュックが怖くなくなりますから、ぜひですね、
リュック背負って、まあ、軽くてもですね、肩が凝ってしまうような人とか、あとはまあ、膝とか腰痛い人もやっていただくといいのかなというふうに思います。またやってみてですね、感想などありましたら、下のところでコメント欄に、ね、入れていただくと嬉しく思います。ということで、肩こりにね、ならない、リュックの背負い方ということでお伝えしました。またね、こういった動画撮っていきたいと思いますので、なんか質問とかありましたら、また、ね、募集してますので、下のコメント欄に入れておいてください。ということで、またね、こういうの知りたい人は、チャンネル登録と高評価マークね、下のところからしておいてください。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。